育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。私、主様のために強くなりますよ。決めるよ。頑張るね。でへい、ぶち込むぞ。さあ、それ。ぶち込むぞ。どんどん行きましょ。月中剣ナックルアラ。ぶち込むぞ。美しい。ぶち込むぞ。終わらせちゃいましょう。そうね。ミルヘンシャーデ。ご飯ご飯。月中剣ナックルアラ。メロメロになこれ。全力全開プリンセスストライク。僕の目がくらむほどの美しさ。世界が平和になるまで頑張るぞ。メインクエストにハードが解放されました。見に行ってみましょう。ハードはノーマルよりも難しくなっておりますが、装備に加えて各キャラのメモリーピースを獲得できます。メモリーピースを集めるとそのキャラを仲間にできたり、才能開花でステータスをアップできたりします。
はよろしおすか。さあ、うそー、僕らのクラムコロの美しさ、えいでぇー、ぶち込むさ、スキップで進むさ、えいゲズキューケンナックであろう。ごはん、それそれ、ぶち込むさ、最後だって。まで、あんたの隣にいなかったっけ。はい、私は常に主様のおそばに控えております。え、心ちゃんが2人、どういうことですか、これ。あ、双子の姉妹とかですか。私、ここに住んでるのですよ。よくあるのです、こういうこと。どうぞ以後お見知りおきを。ふむ、どうにも挙動不審ですね。同じ動作を繰り返していますし、発言も不明瞭です。主様、お気をつけください。うわぁ、襲ってきます。主様に危害は加えさせません。えぇ、ギャー、みんなを癒して。ごはん、ごはん、頑張って。傷休憩だ。プリンセスストライク、さあメロメロにな。そうか、僕らが眩むほどの美しさ。リサ、あ、血も流さずに光となって消えちゃいましたよ。やっぱり魔物の類だったんでしょうかね。おや、何か落としたみたいです。うむ、これはメモリーピースですね。この世界にはメモリーピースなるものが存在します。集めて解放すれば、封じられた方の記憶がひとつなぎとなり、仲間とすることができるといいます。まだ仲間になっていないキャラクターのメモリーピースを集めると仲間にすることができます。すでに仲間になっているキャラクターのメモリーピースを集めると、才能開花をすることができるようになります。才能開花をすることでキャラクターは成長し、一段と強くなります。メモリーピースは一定の数を集めなければ効果がないのですが、今後もこういった敵に出会った場合には同じく入手できる可能性がございます。メモリーピースを集めることが強くなる秘訣ってことか。それじゃあどんどん集めましょうよ。はあ、終わった。美しく決めるよ。頑張るね。いやー、目が眩むほどの美しさ。そりゃ、どんどん行きまひょ。月球剣ナックであろう。目が眩むほどの美しさ。それぶち込むさ。もう終わりだよね。月球剣ナックであろう。メロメロにな。みんなを癒して。えい、全力全開プリンセスストライク、ぶち込むさ。僕らのほどの美しさ、ね、ウルフェンガーデン、月球剣ナックであろう。天が二物を与えちゃったね。
はよろしおすか。